い、どうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。7月26日月曜日のマットマネーですけども、いやー、この日もね、続伸の株式市場になりましたよね。ダウはプラス 0.24%、 SP500 もプラス 0.24%、 ナスダックはプラス 0.03%。 まあ先週のね、ものすごい上がりを考えると、まあ失速といえば失速ですけども、だけど一応ね、全部ダウもナスダックも SP500 もレコードクローズでまた終わったということで、でジム・クレーマーね、この日何言ってるかっていうと、まあ株価はポジティブだったんですけども、まあこの日ね、ナイトメアとポジティビティがこうぶつかった日になったなーって言ってるんですよね。悪夢とポジティブさがぶつかったりすることが時にあるんだと。で、今日は後者が勝って、ポジティブさが勝ったから悪夢は振り捨てられて、で、ポジティブさによって新たな買いが始まったりしたんだけども。まあ、とにかくこの日ね、悪夢とポジティブさ、両方があったんだと。で、悪夢っていうのは何かっていうと、インフレスパイラルの話とか、COVID の変異種の話、デルタとかオメガとかもみんな言ってて。だけど、ポジティブさは今日は勝って。でね、それはね、結構クレイジーなことなんだって言ってるんですよね。先週、あれほど株式市場上がったから。でね、疑り深い人、いっぱいいたと思うんだよなって言ってるんですよね。で、先週の月曜日と同じように今週の月曜日も大きな株価の低下あると思った人いっぱいいたと思うんだよねと。で、そうなんだと。朝の4時とかの時点だったらもう全部の株が下がってて、高く上がってたのはミーム株の AMC だけだったんだって言ってるんですよね。で、そうなんですよね。これフューチャーズですけどもね、朝の4時とかね、すごい沈んでたんですよね。で、あ、そうかと、この日は下なのかと、そう思ってたんだけども、ちゃんと回復してスルスルと上がっていったっていう日になったんですよね。で、この朝の時点では AMC しか上がってなかったんだけどって言って、AMC ね、結局日中 8.92% も上がってるわけですけども、これはもう午前中のうちに様変わりしたんだと。で、例えばね、朝5時の時点では、ボーイングとかも大きく沈んでたんだけど、だから市場開いてね、マイナスで開いたんだけど、結局プラスで終わったってことなんですよね。プラス 1.95%。こんなボーイングとかもまだね、決算がどうなるかもわからないのに一応プラスで終わったんだと。だからジム・クレーマー言いたいのはね、株価はプラスだったけども、結構悪夢とポジティブさがぶつかり合ってるよってことなんですよね。ポジティブさが一応勝ったけども、この日は。で、ジム・クレーマー、なんでこんな極端にね、奇妙に株価が動いてんのかと。ダーン下がって、ダーン上がってね。不思議だろうって言ってるんですよね。で、その答えはやっぱり、COVID と集団免疫にあるんだってことなんですよね。で、この日ね、株価が沈まなかったのはやっぱり、集団免疫への期待があって、もしワクチンと感染のコンビネーションによって、国全体で免疫ができれば、もしくは新規感染者数の増加がピークをつければ、これはね、二度目のリオープニングだってばかりにね、トラベル株とかレジャー株とか、エネルギー株、シクリカリ株、リテール株、そういうところが投資すべき場所になるんだけど、そういう兆しのポジティブさが今日あったっていうことなんですよね。で、その反対の悪夢側のトレードっていうのは、それは全てのお金持ちを怖がらせる恐怖のパレードで、で、そのね、悪夢、ナイトメアの方のシナリオ、とりあえずね、4つ言っていこうじゃないかと。この日は悪夢とポジティブさぶつかり合ったけども、ちょっと悪夢の方からね、何がぶつかり合ったのか言っていこうじゃないかと。で、ナイトメアの方、悪夢ね、4つ挙げてるんですよね。で、まず1つ目なんですけども、デッドバーデンズですよ。もう借金の重荷ってことですよね。ジム・クレーマーね、まずね、自分たち、もしインフラ法案が通っても、それをね、払うお金がなければ、もうね、自分たちずっと苦しんできた積み上がる国の借金をどうやって圧縮するかということに、本当に今ね、真剣にならないといけないんだって言ってるんですよね。これどん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 お金吸ってるけども、これ大丈夫なのか、どうやってそれね、なんとかするのっていうことなんですよ。お金持ちはね、この点あんまり心配してないように見えるけどなって言ってて、なぜならば株に投資してるからってことなんですよね。お金を吸い続けることによるインフレのインパクト、株に投資してなければ望みがないところなんだけども。まあ、株に投資してるからなってことなんですけども、こう積み上がる借金。これどん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 ね、暗い影を落としてきてるってことなんですよね。で、2番目、ジム・クレーム挙げてんのが、デッドシーリングクライシスですよ。これはね、政府のね、債務上限の話なんですよね。
で、このね、政府の発行する国債の発行の上限っていうのは、歳出関連法っていうので決められてるんですよね。で、2019年8月に、法定上限額の適用を2年間停止すると、そういうことが決定されたんですよ。要は、今年の7月31日までは、もう上限なく国債発行して借り入れすることができる。で、そのね、デッドラインが迫ってるってことなんですよね。でね、これ何もしなければ8月以降は7月末時点の債務残高か新たな上限額になるから、もうね、新たな借り入れがもうできなくなるって、そういうことなんですよ。だからこれね、政府が8月1日までに債務上限の停止期間の再延長とか、上限額の引き上げとか、そういう対策をね、議会で講じなきゃいけないんですけども、だからこれがね、難しいんですよね。もう議会審議日程がね、キツキツで、例えば超党派のインフラ投資計画、まだグズグズしてるんですよ。で、民主党が単独採決を目指す3兆5000億ドル規模の投資計画も控えてて、で、これらのね、歳出関連法案に合わせて債務上限引き上げることも可能なんですけども、例えば共和党めちゃくちゃ反対してるんですよね。ミッチ・マコーネルさんとかはもう債務上限引き上げに賛成する共和党議員なんかいないって言ってるんですよ。もう対立姿勢がね、鮮明なんですよね。で、ジム・クレイマーね、この債務上限の問題、もうこれすぐだからなって言ってるんですよね。これね、大したことないこと祈ろうじゃないかと。だけどね、財務長官のイエレンさんとかも言っただろうって言ってるんですよね。先週ジャネット・イエレンさん、もう8月1日に危機に陥るよと。で、もしね、8月2日までに連邦政府の債務上限の引き上げ、もしくは一時停止に動かなければ、議会が、そしたら財務省はやっぱアメリカのデフォルトを回避しなきゃいけないから緊急措置を講じるよと。それはこれなんですけども、イエネさんね、言ったのは財務省は7月30日正午に州とか地方政府向けの特別国債の発行は停止すると。で、債務上限がね、停止もしくは引き上げられるまでは発行停止を継続する。で、8月2日までにまだね、何もなければ特定の追加緊急措置を講じなければいけない。だけどね、そのね、緊急措置どの程度続けられるのかは不明で、それはなぜならば、やっぱりね、 COVID のパンデミック、また感染者数上がってきたりしてるから、支払いとか収入の見通しをめぐる不確実性が高まってると。で、いっぱいいろんなね、将来の期日があって、いろんな支払い義務があるから、そういう状態が続いたら財務省の手元資金とか緊急措置どん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 減っていくよと、そう言ってるわけですよね。で、ジム・クレイマー、この歳出上限の問題ね、大したことなければいいなって言ってるんですけども、なんでこれ警戒してるかっていうと、まあ、若い投資家の人は知らないだろうけどって言ってて、2011年の債務上限問題の時、若い人はね、その時トレードしてなかったかもしれないけども、あの時ほんとおぞましいベアマーケットになったんだと、 19.5% も下がったんだよって言ってるんですよね。で、そうなんですよね。オバマ政権の時の2011年8月の時、債務上限引き上げの問題があって、この時は議会で期限直前に引き上げに合意できたんだけども、デフォルト発生リスクを踏まえた民間格付け会社がアメリカの国債のね、格下げを発表したんですよ。で、そこで経済がドーン混乱して、だからね、債務上限の引き上げ、これね、民主党と共和党でボンボンボンやるわけですけども、それが政治問題化してギリギリとかになってくると、株式市場にめちゃくちゃ打撃与えうるんですよね。で、イエレンさん、さっさと議会やれよって言ってるんですけども、だけどね、特に共和党、もうね、お金出しすぎなんじゃないの政府はってことなんですよ。あれもやって、これもやって、で、今インフラ投資計画とかなんかいろんなことをやろうと、もうね、債務上限の引き上げとかもね、すんなりと認めたら、もうこれ際限なくなんじゃないの、お金すんのってね、共和党はそういう感じなんですよね。だから、ジム・クレイマー、まあ2011年の時はドーン株式市場下がったけども、今年はね、そんなことにならずにいけるだろうけども、だけどやっぱり自分たちのリーダーシップ、もう党派的に分裂したりしてて、で、これね、多分ね、リミットが近づいてきたら、もう7月の終わりに近づいてきたら、っていうかもう本当に近づいてきてるんですけども、そしたらもうね、メディアがね、またね、際限なくデフォルトについて話すだろうし、こういうね、来るかもしれない悪夢2番目に挙げてるけども、これには注意しなければいけないとジムクレも言ってるんですよね。はい。で、悪夢のシナリオ3つ目なんですけども、やっぱね、これはね、インフレなんですよね。インフレスパイラル、これについてやっぱ注意しないといけないと。
給料と物価のインフレスパイラルだとジムクレーマー言ってるんですよね。今ね、人々はショックを受けてるんだと。中古車の値段から家の値段までバカ高くなってる。でもね、車とか家は、まあ、困るっちゃ困るけども、でも買わない人にとっては関係ないっていう側面あるんだけども、もうそれだけじゃなくて、もうコーヒーから食料品からもう全部結構上がってるってことなんですよね。で、僕もね、本当にそう思うんですよね。スーパーとか買い物してたら、うわ、高くなったなーって思うんですよね。普段だったらこれだけ買ったらね、70ドルぐらいだろうってね、思ってたやつが、まあ大体90ドルぐらいになるんですよ。あれ高いなーと思ってね。ジムクレーマー、すべてのものの値段が高くなってる。で、こういうことの多くは、フェッドのパウエル議長のせいにされて、彼は今眠ってるんじゃないかとか思われてるわけだと。で、ほんの一部分の人しか、インフレは一時的だと、そういうパウエル議長が言ってることに同意してない。ちなみにジムクレーマー、自分は同意してるんだと。自分はパウエル派。インフレは一時的という、そういう派にいるんだけども、そう考えてる人はやっぱ一部しかない。でね、やっぱりね、自分たちは真実に向き合わないといけないと思うって言ってるんですよね。自分たちはかつて、これほどまでにね、いきなり一時的に生活が不自由になって、そして多くのお金が政府から配られて、で、需要がここまで急増したことっていうのは過去になかったわけだから。だからジムクレーマーね、今ね、パウエル議長の火力を抑えるのは馬鹿げてると思うって言ってるんですよね。今ね、みんなに配られてるお金、だからね、チャイルドタックスクレジット始まったとかね、いろいろありますよね。そのお金はそもそもパウエルさんが配ってるもんじゃないんだと。政府が配ってるもんで。で、パウエルさんは失業率がまだ高すぎるから金利を低いままにしてるだけだと。彼はサプライチェーンが状況に追いつくのを待ってるんだと。失業手当の上乗せが終わって、で、今ね、子供夏休みですから、夏休みもちゃんと終わって、ちゃんと両親ともに外に働きに行けるような、そういう時をパウエルさんは待ってるんだと。あとは需要が急増してるけども、例えば家とかも十分な量の家が建てられるのを待ってるんだってことなんですよね。で、家とかも自分で前にも指摘しただろうってジムクレーマー言ってるんですよ。長年家不足の状態だったなと。ここ何十年ね、以前に比べたら家全然建ってなかったから、それをね、取り戻してるっていうところでもあるんだと。で、悪夢のシナリオ4つ目、これはジオポリティカルコンサーンズってことで、悪夢っていうのは他の国からも来るんだってジムクレーマー言ってるんですよね。で、ここで言ってるのはもうズバリ中国ですよ。中国が彼らの国の会社をアタックしてるんだと。で、それがアメリカ市場にも影響を及ぼすと。そういうことなんですよね。それはなぜならば、アメリカでトレードされてる中国の会社いっぱいあるから。なんで中国政府はそんなことしてるか、理由なんかなさそうに見えるけどなってジムクレーマー言ってるんですよね。もしかしたら大金持ちが気に入らないのかもしれない。中国の政府にとって邪魔な会社がいっぱいあるのかもしれない。フリーなものからもっとお金をね、国家が取ろうとしたいんじゃないかとかね。何にせよでも、取り締まりが至るところで見られるんだと。で、例えば標的にされてるのは教育系の会社だってことなんですよね。チュータリングフォープロフィットですよ。これね、中国ね、1000億ドル規模の教育関連テクノロジー業界。教育関連分野に対する規制を発表したんですよね。で、学校の教科課程に関する学習支援サービス、これをやってる企業には非営利団体への転換を求めると。あとは増資とか株式公開を禁止すると、そういう規制をね、発表したんですよね。で、これうーってなりますよね。いやいやーってなって、教育関連の会社いっぱい上場してますし、投資家もね、いっぱいそこにお金入れてるんですよ。で、ジムクレーマーね、こう理由ないように見えるって言いながら、まあ、これはね、一応言われてるのは、学習塾熱が子供たちの負担となって、あとはね、教育費を高騰させてて、教育費が高い。じゃあね、子供はやっぱり一人にしとこうみたいな、その教育費の高騰が少子化の一因となってると政府が見てるって、だからこうやってるんだって言われてるんですけども、ジムクレーマー。なんかよくわからない説明だなって言ってるんですよね。だけど、この発表があってから、例えば、教育関連の、ね、代表的な株、タルエデュケーションとか、ニューオリエンタルエデュケーションとか、ガオトテックエドとかね、こういうのね、もう発表あってからもうドーンなったんですよね。すごいですよね、このパーセントがこれで。このパーセントの差からいきなりドーンなったわけですよ。で、一応ね、月曜日はもうほんと続落ですよ。タルエデュケーショングループとか、僕ね、前にちょろっと投資してたことありますけども、
ね、ちょっと前までね、90ドルだったのにね、今 4.4 ドルですよ。めちゃくちゃ怖いですよね、これね。ニューオリエンタルエデュケーション。これもドーン続落ですよ。20ドルぐらいあったのが 1.94。ガオトテックエデュ。140ドル一瞬超えた時もあったのが、今 2.5。怖い！で、さらにね、こんなこともありましたよね、中国。テンセントに対して、音楽の著作権について、独占的な契約を結ぶなと、そう言ったんですよ。しかもね、チャイナミュージック買収した時に、なんか不正行為があったって言って、罰金もね、課したんですよね。でね、ジム・クレイマー、教育系の会社が標的にされて、食料品もいろいろ標的にされたりしてて、音楽ビジネスもこうやって標的にされてる。次は何なのかと、何アリババなのバイズなの JD.com なのって言ってるんですよね。で、やっぱね、これ中国はあかんっていうことにもなって、全体的に下がってるわけですよ。アリババもマイナス 7.15%。こう月曜日またね、どん下がってるわけですよね。そもそも下落基調だったのに。で、アリババに関しては、その傘下のアントグループ。これが保有する個人情報を中国政府当局と共有すると。そういうことを検討しているってニュースでね。前下がってたんですけども、それがね、ぶり返されたっていうこともあるんですけども、おマイナス 7% 下がって。バイドもね、ドーンマイナス 6% ですよ。JD.com、ドーンマイナス 8.5%。で、中国のね、大型株の ETF。このね、ぶっちぎりの年初来安値ですよね。マイナス 5% 以上もドーン下がってるわけですよ。で、ジム・クレイマーね、これ中国政府、次に何するかなんか分かる人いるのかって言ってるんですよ。で、ちなみにって言ってて、自分はずっと中国の会社が自分たちアメリカのマーケットで上場してお金をね、そこから生み出すのをやめさせるべきだと言ってたんだと。だってもうシステムが違うんだもん。向こうさ、共産主義じゃないかと。なんで自分たちのお金をね、中国に持ってかれなきゃいけないんだってジム・クレイマー言ってたんだけども。だってさ、自分たちのアメリカの会社は中国でそんなことできないんだよって言ってるの。アンフェアじゃないかってね、確かにね、ずっと言ってたんですけども、ジム・クレイマー、期せずしてこういうことになってきたなって言ってるんですよね。中国。彼らはウォール街っていう金のガチョウをね、今痛めつけてるんだって言ってるんですよ。で、そういうね、4つの悪夢がありました。債務上限の問題、借金積み重なってる、インフレ、中国問題。これら悪夢だったんだけど、じゃあいいことといえば何なんだろうかと。今日ね、ポジティブさがちょっと勝ったから株価上がったってことなんだけども、そのポジティブさっていうのは何なんだろうかってね、言って、それはこれだと一つだけ挙げてんのが、ゴトリーブさんなんですよ。このね、スコット・ゴトリーブさん。ここにいますけども、この人が何て言ったかっていうと、COVID のデルタ株。もしかしたら3週間でピークが来るんじゃないかと。新規感染者数の波のピーク。そうやって言ったんですよね。で、ジム・クレイマーね、多くの公衆衛生の専門家、めちゃくちゃネガティブなことを言って、もうやばいよやばいよしか言わないんだと。でも COVID、で COVID のデルタ株とかを悲観的にもう本当に煽りまくる中で、このスコット・ゴドリームの存在、なんて素晴らしいんだろうとジム・クレイマー言ってるんですよね。彼は今朝、イギリスのパターンをフォローするだろうとアメリカ。そしたらあと3週間で新規感染者の増加ピークつける可能性があると言ったんだと。で、スコット・ゴドリームさんね、言ってんのは、彼はイギリスでは COVID デルタ株ピークつけたんじゃないかと、そう言ってるわけですよ。で、イギリスの感染者数どうなってるかっていうと、まあこうなってて、まあ確かにね、こう山があって、ちょっと下がってきましたよね。だからピークつけてるように見えると。で、これをフォローすると、アメリカ今こんな感じで、どんどん上がってるんですけども。だけど、イギリスのパターンをフォローすると考えると、あと3週間でピークつけるんじゃないかと。要は終わりがあるよとスコット・ゴドリフさん言ったわけですよね。で、本当にそうなのかなって思いますけどもね。イギリス、まだ新規感染者数、28,652 人ですよ。一日でね。しかも、もう前のひどかった時まで結構山近づくとこまで上がってきましたもんね。アメリカまでここですけども、イギリスのパターンフォローするって言ってもね、こっからこんなことになったら嫌ですよね。でも何はともあれね、ピークが見えるかもしれないっていう、そこのね、希望がポジティブさだったんだっていうことなんですよね。で、ジム・クレイマーね、デルタ株、感染力強くて、容易に空気感染する脅威なものだと。で、自分たちのね、馬鹿げた公衆衛生の専門家、机をきれいに拭けとかね、そういうことを言ったり、
あとはね、ワクチンを緊急使用許可だけしか出してなかったりしてるわけだけども、FDA よと、アプルーブを出すべきなんだって言ってるんですよね。で、もしアプルーブ出したら、会社とかは、学校がね、ワクチンを義務化するみたいな、そんな感じで、雇用者に対しても義務化ができるんだと。でも今そんなこと言えないんだってことなんですよね。ワクチン打たなかったらクビにすると言えない。今はほんとわずかな強制が見られるだけだから。で、ジムクレーマー、COVID とワクチンに関しては、国中が NFL のような厳格なポリシーを持てばいいと思うんだと。で、どちらにせよね、COVID の変異株をもってしたら、もうね、やっぱ事態はもう遅すぎる。本当はここまでに、ワクチンね、みんなね、少なくとも 70% ぐらい、みんな打って欲しかったんだけど、そこまで届いてない。もう遅すぎる。なぜならば、COVID 変異株、感染力強いから。そっちが広まる方が早いだろうと、ジムクレーマー言ってるんですよね。で、本当はワクチンを打って、みんなで集団免疫をつけるのは理想だったんだけど、もうそういう状況にはならない。またね、COVID にかかってしまう人、また多く出るだろうと。で、多く出て、かかった人はその抗体がやっぱできて、で、そういうこともあってピークをつけるだろうと。このピークのつけ方っていうのは理想的なものじゃないとジムクレーマー言ってて。だってみんながね、ワクチン打ってピークつけるのは理想的だったから。だからもうしょうがない。もう事態は遅い。ワクチン打ってない人も COVID にかかって抗体を得て、どっちにしろピークをつけるだろうと。これはひどいピークのつけ方だけども。これはもうしょうがない。何にせよでもピークをつけたら、これまたね、リオープニング株がまたこっから来るんじゃないのと最後に言ってるんですよね。で、結論なんですけども、COVID の勢いが収まったら、そしたらトラベル株、レジャー株、エネルギー株、シクリカル株、リテール株、こういうのが良くなるんだやっぱりって言ってるんですよね。ジムクレーマー、特にアメリカンエクスプレスなんかめちゃくちゃいいよと。で、そういうことを視野に入れて、今日株価は下がらなかったんだって言ってるんですよね。で、ジムクレーマー最後にね、言うの忘れてたけども、スコット・ゴドリブだけじゃなくて、ファイザーとイルミナのボードメンバー。これもね、ポジティブなこと言ってるんだと。彼らは政府の人間よりもよく状況を知ってるから。だからジムクレーマーね、結論としては、この日は悪夢とポジティビティがぶつかった日になって、ポジティビティがやや勝ったから、株価は下がらなかった。ちょっと上がった。で、そのポジティブな面っていうのは、まあ、イギリスはもしかしたら新規感染者数のピークつけたかもしれなくて、スコット・ゴドリブさんみたいにアメリカもそうなると、いずれピークをつける。もしかしたら3週間後かもしれないと言ってる人がいて、で、もしそうなんだったらジムクレーマーね、セカンドリオープニングが始まると株価的にはって言ってるんですよね。だから、ここまで全然ダメダメのトラベル株とかレジャー株、エネルギー、シクリカル、リテール、ここがまたね、2回目のブーム来るかもしれないから、じゃあそれを注視していこうよと、そういう回だったんですよね。はい、ということで視聴者からも生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずサンランよりはということで、これね、ソーラーパネルの会社ですけども、ジムクレーマー、ノーだって言ってるんですよね。で、これよりは、このジェネラックの方がいいよって言ってるんですよ。自分たちの電力もひどいから、こう、ソーラーの要素ありつつ、この発電機の会社、こっちの方がいいよって言ってるんですよね。株価のね、チャートもね、ジェネラックの方がね、すごいよく見えますよね。はい、次。AT&T はあかんでということで、ジムクレーマーね、昔ね、もしね、いいことが何もなければ、黙っとくのよってね、言われたことあるんだと、上の人に。ということで AT&T に関しては黙っとくよって言ってるんですよね。だからいいことは何もないってことですよ。まあこのね、下落の時もずっと酷評してましたけども、 AT&T まだその酷評は終わってないんですよね。はい、次、アリババはということで、まあね、これね、さっきも出てきましたけども、ジムクレーマーね、アリババは本当にね、素晴らしい会社だって言ってるんですよね。トレメンダスだと。だけどやっぱね、共産主義の国で資本主義の会社、自分は今はね、触らないよって言ってるんですよね。はい、次。アイロボットはパスやでということで、これね、これすごかったですよね。ここね、ショートスクイズドーンありましたよね。で、ジムクレーマーね、自分はパスだと、まあ、このルンバとこの会社ですけども、大きなショートポジションがあって、ミーム株好きなやからがまた目をつけるかもしれないけども、自分はそこには加わらないよって言ってるんですよね。はい、次。NRX ファーマスティカルズはっていうことで、これね、バイオテックの会社なんですけども、中枢神経系の病気とか、肺疾患の治療のための低分子医薬品の開発。これやってるんですけども、
まあ、大きいパンプ&ダンプだって言ってるんですよね。もうグワングワンですよね、本当にね。で、ジムクレイマー、これにはね、近寄らないでおこうじゃないかって言ってるんですよね。はい、次。ブルックスオートメーションは A でということで、これ、ね、半導体製造に関わるね、会社なんですよ。で、ジムクレイマー、いい会社だと、リアルにいい会社だって言ってるんですよね。なんでまだ独立でやってるのか自分にはよくわからないよって言ってるんですよ。自分が同業の半導体関連のもっと大きな会社だったら絶対この会社買うけどなーって言ってるんですよね。いい会社だって言ってるんですよね。はい、最後なんですけども、ビジオは好きやでということで、ビジオ、これね、スマートテレビとかそれのオペレーティングシステムの統合プラットフォームやってる会社ですよ。自分でもね、自分は好きだよと。で、自分はね、コンシューマーエレクトロニクスは好きだから、そういったわけで自分は引き続きこれも押すよって言ってるのがベストバイなんですよね。ベストバイ、全然ね、ずっと横ですけども、ジムクレイマー、前から言ってるけども、自分はね、ベストバイを押し続けるよと。で、みんなね、自分がね、ベストバイ押してるとあんま信じてないから、みんなが信じてくれるまで押し続けるよと。自分はベストバイいいと思ってるんだって言ってるんですよね。自分は真剣だよと。で、ジムクレイマーね、CEO のコリー・バリー、もうリアルに本当番組にね、ぜひ来てほしい、それで語ってほしいって言ってるんですよね。コリー・バリーよ、来てくれと。もう2回も同じことをね、言ってるんですよ。もうすごいね、求婚みたいな感じで言ってるんですよね。ジムクレイマー、ベストバイ押していくよってことなんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレイマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後のおまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、まあ、今回のね、ポジティブな面のところで、COVID の感染者数、近い将来ね、ピークつけるでしょうっていうところでね、もし自分たちがワクチン、もしくは感染する、そういうののコンビネーションで、まあ、ちゃんとしたものじゃなくても、偽物でもなんちゃってでも集団免疫みたいなものが国中で獲得できれば、もしくは新規感染者数の増加のピークが得られた。それだけでもあったら、そしたらトラベル株とかレジャー株とか、そういう株にとっては二度目のリオープニングトレードみたいになるんじゃないかと言ってるのがこれです。If we reach some sort of nationwide pseudo herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it could be like a second reopening for the travel, for the leisure, for the retail, the industrials, and energy stocks. はい、そうですよね。If we reach some sort of nationwide pseudo herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it could be like a second reopening for the travel, for the leisure,For the retail, industrials, and energy stocks. 長男、次男、どうぞ。If we reach some sort of nationwide pseudo-herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it'd be like a second reopening for the travel, for the leisure, for the retail, the industrials, and energy stocks. もし誰か一人にインタビューできるとしたら、誰にどんな質問する？イーロン・マスク。If we reach some sort of nationwide pseudo herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it could be like a second reopening for the travel, for the leisure, for the retail, the industrials, and energy stocks. 誰か一人にインタビューできるとしたら誰にどんなこと聞く？メッシにどうやって上手くなったか。If we reach some sort of nationwide pseudo herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it could be like a second reopening for the travel, for the leisure, for the retail, the industrials, and energy stocks. はい、そうですよね。で、今回これなんですよ。スードですよ。スード。で、これね、何かっていうと、偽りの偽のまがいのってことなんですよね。まあ、だから砕けて言うと、なんちゃってってことですよ。だから例えば、pseudo rights, pseudo lefts って言うと、偽物の右翼、偽物の左翼と、まあ、まがいもののというか、まあ、砕けて言うと、なんちゃって右翼、なんちゃって左翼ってことですよね。pseudo skin。これは疑似の皮膚とか、本物じゃないけど、偽物の疑似の皮膚。
もしくはスードバンブーパネル、疑似の竹のパネル、ほらプラスチックのペラペラのやつね、竹に見せてるやつ、ただ偽物のっていうことですよね。でもしくはスードサイエンス、これは偽物の科学、スードサイエンス、偽物のサイエンスで偽科学、疑似科学、もしくはこういうのもありますよね。スードニム、これは本当じゃない名前ってことで、作家のペンネームとかそういう意味になるんですよね。で要はスードっていうのは偽物の、まがいものの、本物じゃないけどもなんちゃってっていう意味なんですよ。だから今回ジュム・クレーマーね、もしアメリカ国中でワクチンと感染のコンビネーションを通してなんちゃって集団免疫が確立されたら、もしくはもし新規感染者数の増加がピークをつけるだけでも、そういうことだけでも起こったら、そしたら旅行株とかレジャー株とかリテール株とか工業株とかエネルギー株にとってはセカンドリオープニングみたいになりうるよと、そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。If we reach some sort of nationwide pseudo herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it could be like a second reopening for the travel, for the leisure, for the retail, the industrials and energy stocks. If we reach some sort of nationwide pseudo herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it'd be like a second reopening for the travel, for the leisure, for the retail, the industrials and energy stocks.もし誰か一人にインタビューできるとしたら誰にどんな質問する？イーロン・マスク。おお、イーロン・マスクにインタビューしたい？うん。何聞きたい？うん、まあいろんなこと聞けたよ。まあイーロン・マスクの今のアイディア、なんかテスラもそうだけど、発明っていうのかな？発明するときどういうことを考えてたとか、何したらなんかそういうなんか考えとか発明ができるのか聞いてみたい。イーロン・マスク、まあ発明っていうかね、考えがすごい大きいもんね。うん、本気であれ火星に移住しようと思ってんじゃない？うん、めちゃくちゃなんか火星、うん、に行くことってすごいことだと思うし、なんか、うん、なんでできるってなんで思ってるのかが聞きたい。僕は正直言って今の科学ではできないんじゃないかと思ってるから。お父さんも。それがあれだよね、我らの限界だよ。うん、だけどさ、テスラだってさ、何回も潰れそうになったんだよ、お金なくなっても、ああもうあと来週には倒産かみたいなこと言われたけどね、うん、すごいじゃん。スペース X だってね。そうだね、なんかね、あんなできないと思うじゃん。スペース X 知ってる？こうやってドーンってこう打ち上がってさ、またこうやって帰ってきて、ちゃんと自分で立つように帰ってくる基地に。聞いたことあるよ。聞いたことある？うん、なんか記事とかで。あ、すごいよね。できたらすごいね。ねえ、スケールが違うね。イマジネーションがすごい。すごいね。で、何聞いてみたいの？なんて言うんだろうな。なんでそんな大きい考え方ができるか聞いてみたいの？できるかも聞いてみたいし、まあこの後、これよりもなんかもっと考えてるなら、どういうことを考えてるかも聞いてみたい。なるほどね。うん。ある程度インタビューいっぱい答えてんじゃない、イーロン・マスク。読めばいいんじゃない、それ。いや、僕からも聞きたいから。直接聞きたいの、うん、ああ、なるほどね。直接会ってみたいね。直接会ってみたいね、うん、お父さん最近のイーロン・マスクの写真どっかで見たけど、あ、なんかビットコインカンファレンスみたいなやつの。まあビットコイン、うん、ちょっと太ってたよ。うん、最近 Google でも見たけど。あ、見た。うん、そこだけお父さんと一緒じゃない、最近お父さんちょっとちょっと太、ね、ちょっと太ってきたじゃん。うん。一緒じゃん。そこだけは一緒じゃん。一緒だわね。If we reach some sort of nationwide pseudo herd immunity through a combination of vaccines and infections, or even if we just get a peak in new cases, it could be like a second reopening for the travel, for the leisure, for the retail, the industrials,And energy stocks. 誰か一人にインタビューできるとしたら誰にどんなこと聞く？メッシにどうやって上手くなったか。メッシにどうやって上手くなったか聞く？うん。
上手くなって、じゃあこうやって上手くなったんだよって言われたら、それやる？うん。他に聞きたいことない？メッシに。ない。例えばメッシってどういうことやったら上手くなるよって言うと思う？プラクティス。いつもやる？いつもやる？やろうとする。やろうとする？うん。バイバイ。And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!